さあ今回が関ヶ原の戦いの最終回となるわけなんですけれども、はい、なかったですよね。いやもっと聞いてたいですけどねいろんな逸話もねたくさん紹介をしまして、はい、うんうん、まあそれが本当かどうかということを戦議の前にこんな話が残っているということをね、うん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 、意識してもらえれば、はい、所詮ドラマはフィクションですから。そうですね、うん、ドラマはね、だからその、うんうん、フィクションの世界で人々がどんな思いが持てるか感動できるかっていうのが脚本家の腕の見せ所ですからね。そうですね、それはそれで一つの作品ですもんね、はい、そうですそうです、見方ね、まあ、あまり細かいことは言わずに、うん、その見ていただきたいというところもありますけどね、はいはい、でね今日はね関ヶ原の合戦後たくさんの者たちが逃げていったって言ったでしょ、うん、はいはいはい、渋滞まで起こったってやつですね。そうなんです、うん、逃げる。でね、ちょっとねこれです、はい、大名仕置きと言います。大名仕置き。関ヶ原合戦後に西軍についた大名たちはことごとく改易とか追放、うんうん、そうするとね自分たちのトップが追放されたり大名いなくなっちゃうと、うんうん、家臣たちはどうなると思います？いやもうすごい勢いでこう逃げますよね。逃げるっていうのか、まあ、そうそう使えるとこなくなっちゃうわけ。そうですよね、うん、ということは失業ですよ。あ、なるほど、失業だから日本の大名の半分ぐらいの家臣たちがみんな失業しちゃったわけですよ。うん、大変。そうで失業したたちのした人たちのことを浪人と言いますよね。あんまりいいイメージがないんですけど私、うん、浪人だって仕事がなくって食いぶちを求めてうろ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 するわけですよ。結構なんか村を襲ったりとかそういうイメージです。そうそうそう、私、うん、弓鉄砲ね刀を持って、はい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 、怖いもんがありますよ。そうですよね、うん、まあ、ということでね、ここで家康が一番苦労するんです、うん、彼らどうするかってね。あ、そうですね。まずこの大名仕置きっていうのは大阪城でね、うんうん、この3人が中心になってやった。まあ、うんうん、どうだっていう3人ですよね。本田、ね、佐賀木原、そうそうたる、うんうん、でこの3人で全国の地図を、うん、まあ置いて、うん、こたび毛利は西軍の大将だったけれども、うん、まあ、素直に最後は恭順したな、うん、だからお取り潰しまではやめて、うん、これだけ領地を減らそうか、うん、とかね、うん、今回福島はまあうるさかったけどよう頑張った、うん、だからこれだけ領地を増やそうか、うん、というような感じでドラマでは大名仕置きやってる。あ、なんかボーナス査定みたいですね、会社員でいうね偉い人がね。そうそうそう、どのぐらい増えたかって言いますとね、うん、ちょっとあらあらすごい資料。これまあ1位から10位まですごい増えた、うん、一番増えたのは黄色で書いてある結城秀康ですよ。あ、下野結城の10万石から10.1万石から、うん、北野省の67万石越前、あ、えらい、56.9万石57万石増えた。すごいですね、大金持ちじゃないですか。すごいですよ、はい、これ理由があるんですけどね、うんうん、松平忠義、うんうん、直政と一緒に、はい、これ武蔵、推しですね、推しの10万石、これが終わり62万石、うんうん、あら一気に52万、うん、この二人は別格に増えた、うん、だけどあと全部豊臣方の大名。あ、そうなんですね。蒲も42、池田輝政36、うんうん、前田利長36、うんうん、黒田長政はあの福岡 34.3 万石とこう調べていったらね、うん、加藤清正ね32万石増えて熊本の城主になる、うんうん、福島正則ね終わり清須20万石から秋広島のおよそ50万石で30万石近く、そしてあの田中義政、うんうんうん、岡崎のこれは岡崎10万石と書いてあるけども、うん、岡崎と西を合わせてほぼ8万から10万石だった、うん、で筑柳川に32万石で行って 22.5 万石、うん、このにざーっと増やしたんです。でね、増えていったのはこれだけではない、うん、東軍側についた元豊臣方の大名もたくさんいました、うん、はい、どんどん増やしていくんです。でそのこれ質問にあったんですけどね、じゃあ豊臣家はどうだったんだ、うんうん、豊臣家は200万石くらい持ってた、うんうん、あれが65万石に減らされたんですね、うん、だけどこれはね減らしたというよりもこの豊臣の家臣たちがもともと豊臣家の直轄地の土地を預かっていただいて、うん、豊臣の家臣に分配されたんです。あ、おー、だから
秀頼からもう取り上げて家康が持っていっちゃったっていうわけじゃないんです。ない、うん、そこはちょっと誤解をしないように、うん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 、で秀頼そのものはまあ位理地といってたくさんの直轄地を持っていたけども、まあそこまでやるだったらその豊臣の大名たちに分けてやってほしいということで、うんうん、きっと分割したんでしょうね。まあいずれにしろざっとこう大盤振る舞いしていったわけ。そういうことですね、すごい、うん、で日本がどんな感じになったかっていうとね、これはもう関ヶ原合戦後の勢力図、この水色の部分がこれは徳川、うん、あの徳川の領地になった、はい、徳川の審判の、それからあとは豊臣秀頼と豊臣家大名がこれだけ残ってる、うんうんうんね、もうこんなとこでこの水色の拠点、まずここ東海道の、はい、ここ彦根、うん、沢山、うん、ここに井伊直政を置いて、はい、ここさっきドーンと給料が上がった松平忠義を名古屋に置いた、うんはい、ここ越前にドーンと一番上がった松平秀康を置いた字なんですよね、うん、そしてここには榊原康政がいる、まあ、あと本田なんかはこの間桑名に入ったりとかしたんですけどね、うんまあ、こんなところに徳川の、まあ、強いのを置いて、はい、なんとなく徳川の支配地を守らせたんですけど、うんうんうん、この後ねこの後ちょっと問題が起きたのは、うん、この水色の地域の連中は、はい、自分たちの主を徳川だと思っています、うん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 、で実際に、関ヶ原の合戦から、3年後になりますね、うん、1603年には江戸幕府を開いて、はい、家康が将軍になる、うん、だけどこのオレンジの、うん、この地域の連中はについては自分たちの主は誰だと思ってる？豊臣、ね、そう、うんはい、相変わらず秀吉の子である秀頼が、はい、秀頼様が自分たちの主なんですよ、うんうんうん、つまり日本に徳川と家康と豊臣秀頼というね、はい、2つのご公儀ができちゃってるわけ、うん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 、さあどっちの言うことを聞きましょうかってことになってくるわけです。この歪みっていうのはね、家康はなんとか解消しようとするんです。そうですよね。なんでそうなっちゃったかというと、うん、秀頼の官職は高いんです結構、うんうん、だから家康は自分の子の秀忠に早く征夷大将軍の職を譲ったってことがありますが、うん、これは官職の意味で秀頼と同じにするためです。むしろまたその時秀頼まで一個上に行くんですね、うんうんうん、つまり2つのご公儀っていうのができちゃってた、うん、これがまあ結局そのまんまあの政府が2つあると国が乱れますわね、うん、そうですよね、うん、最後に大阪の陣にこう向かってことになるんですけどね、うんうん、この様子を見ても分かると思います、うん、でね問題なのは、はい、この人たちがまあ、この毛利もそうです。毛利は減らされましたけどね、増えた人たち、はい、何をやったかというと、はい、これこれって何だか分かりますか、この写真。これ映画七人の侍でいいですか、うん、そうそうそう七人の侍、はい、志村貴史さんや勝新太郎がいますよね、はい、これあの黒澤明監督の傑作、はい、有名なやつですよね、はい、あの、うんうん、浪人たちが集まってね、はい、村を守るって話ですよね、これ、うん、集団で襲ってくるのに対して守るという話ね、うんうんうん、これいつかというとちょうどこの時のことです。おじゃ あの逃げた浪人たちのことそうですを舞台にしてるということですね。そうです、世の中に浪人が溢れてきたんです。そうするとこう弓や鉄砲や刀を持った浪人衆が、うん、主がいなくなったわけでしょ、はい、主が改役されちゃっていなくなった、うん、それをうろうろするわけですよ。食い淵求めてやばいですよ、村が襲われますね。危険だよね。危険です、危険です。本当にテロ集団ですよ、うんうんうん、だからそれがねどのぐらいできたかというと、うん、資料が残ってます。関ヶ原以降の浪人問題、はい、小和田先生って先生が慶長武士事情、およそ16万人の浪人が誕生した。やばいですよ、あそこのこうテロ集団ですよ。逃げ道から一番近い村が、うん、多分一番大変なことになりますよね。そうかもしれません絶対、まあ、めちゃくちゃ恐れてますよ。一番近いとかもう最初逃げるに必死だから、うん、そんなこと構ってられませんよ。通過かな、うん、そうかそうか、まず自分たちの領国に逃げていきますよ。なるほど、そうかそうか。で、家康、うん、大名仕置きの沙汰を待って、うちの殿さんダメだったということになると、
愛さえをならちょっとなるわけでしょ、から浪人が出てくるわけですよ。そうかそうか、迷惑な話ですねこれ。これそうなんですよ、どちらから見ても迷惑な話ですね、本人たちからも、そうそうそう、周りからも、ドラマでもこれ扱ったことないんですね、でもね日本ではね、あの今新型コロナで大変になってますけど、ものすごい危機的状況だったと思ってください、これだと思います。私もあの小学校の時に歴史の漫画の本でそのシーンを見て、ものすごいこういうあの浪人が村を襲ってるシーンがあっても、そうです、子供の頃に見ちゃったんで、そこのページ焼き付いちゃってるんですよ ね、 あの子供とか女性にもひどいことをしたって言って、そうそうそう、でね、どうしたかというとね、この浪人たちにはね、まず帰農しなさいと、土地を持ってる武士たちは浪人になってもいいよね、あ、そうですよね、もう一回農民に帰りなさいと、もう農民になればいいじゃないかと、こうなった人たちも結構いたんです。それから再雇用の道を開いた人たち、再雇用、つまり主を変えるんです、変えて、自分はこんなに剣術が強いから雇ってください、なるほど、でもこの新しい時代は剣術が強くてもダメだっていう勉強しとったんでしょ。そうですね、はい、この本が読めるとか、読み書きができるとか、そろばんができるとかね、まあだからこの再雇用なかなか大変だったみたい、新たな召し抱え、それからね、これがお構いなし、つまり新天地を求めてさまよい歩く、危ない、これが危険、危険、危険、彼らが大阪城に集結してくる、おお、それが元で大阪の陣が巻き起こるわけですよ。もうこれはね、あのジェノサイドだっていう人がいますけどね、はい、皆殺しにしようというようなことだったかもしれません、ね、あ、でもひどいですね、それで家康がとにかく最も嫌われてしまう武将になった。あ、そういうことです、まあ、結局ここですよね。そうですね、さあちょっと見ていきましょうね、はい、で多くの外様大名が西国を領して、西の方を領して、新しい外様大名がね、興禄高であった理由っていうのが、さっきよう頑張ったねというご褒美だって言ったでしょ、はいはい、それもある、気を使った、それもあるけども、そればっかじゃない、実は関ヶ原浪人たちを、お前たち例えば30万石もあげたんだから、あ、その分再雇用してやってくれと、何とかしろよと、いうこともあったんです、実際行われたんです、はい、でこれ計算出てる、阪神総乱で小島幸太先生っていうのがね、一人につき53石の六高が必要だと考えている、平均一人雇うにつき53石、そうすると1万石上がった人は、いいですかこれ計算すれば分かるね、はいはい、約200人を召し抱えられるだろうと、なるほど、ということは10万石上がった人は2000人は召し抱えられるだろう、はいはい、ということになってくるわけですよ、うん、その分を西国大名たちにさせた、ということも考えなくてはいけません。できたんですか。そう、それね、実際にね、田中義政をちょっと、はい、僕は柳川まで行って柳川の資料を見てきました、はいはい、そしたらね、あ、これこの時のことね、これ誰だか知ってます。これ宮本武蔵という人、あ、はい、あ、有名な有名な剣豪で、宮本武蔵と対決した剣豪がこれ、はいはいはい、佐々木小次郎、小次郎、巌流島の決戦なんで、この二人のお話、宮本武蔵の話は実はこの時の話なんです。ああ、そうだったんですね。そうです、あ、知らなかった、この二人とも関ヶ原浪人なんですよ。あ、なるほど、関ヶ原で浪人になっちゃった、そこで再雇用してもらいたくって、剣術を磨いてあちこち渡り歩いて、で細川家に雇われたり、はい、いろいろするんですけども、結局最後は会わずに自分で、ということになるんですけどね、その過程で俺こそが日本で一番強いぞと言っていた佐々木小次郎と決闘して勝つというね、まあこの宮本武蔵の話は実はこの時の話なんです。そうだったんですね、これを知っておってまた宮本武蔵見てください、もしドラマやったら、はい、大変だったのねっていうのが分かると思います。で1万石で約200人の召し抱えができる計算です。で実際どうだったか調べてきましたね、この人、岡崎に今石像があります、田中義政さん、はい、
柳川に移ったでしょ、はい、田中石政はね、うん、岡崎西尾で8から10万戸だったってさっき言いましたね。関ヶ原ではおよそ2000から、まあ、多いところでは3000という人もいますし4000という人もいます、まあ、多分2000の兵で3人これが自分の養っていた兵の数。筑後柳川に転覆32万石になった。つまり22からおよそ24万石は加増されているわけね、うん、で柳川の資料を見たら田中義政の江戸初期の召し抱え9人の数は6000になってるんですよ。4000増えてるんです。あ、そういうことか。およそ4000の立ち話の旧家臣を召し抱えたと考えられる、うん、つまり真面目に上がった分だけ、うん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 、20万石上がったら2人が4000人じゃん。4000人ということですよね。抱えたわけ。え、田中義政だけですか、真面目にやったのは。大体みんなやった。大体みんなやった。 あ、 なんかそあんまりちゃんとやらんかったとこもあった、まあったあのね、うん、あんまりこんなことは書いて言うのもちょっといかんかなと思ったけど、うん、まあ、幕末にも関わってくることですからね、はい、この人は真面目にやった。もうこれ全部やってもね、うん、浪人はね8万人から半分ぐらいしか減らなかったって言われて、まあ、でもそれはやっぱり大阪城に集結しちゃった。でこれちゃんとやらなかったところもある、うんうんうん、1人50石計算で再雇用でしょ、うんうん、計算でいくと、うんうん、これを20石でやったところがある。薩摩土佐、はい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 、なんかその辺その辺有名ですよね。あの2つは有名なんです、うん、つまり20石でってことはね、うん、半分はもう武士の身分だけど、うんうん、半分は農民やれよって言ってるわけ。半分だけは急に急やるよと、はい、だから勤めることはちゃんとやりなさいと、うん、だけどあとは自分たちで農民やって、うんうんうん、これは合祀とか家祀って言いますよね、うん、武士とは言わない、うんうん、薩摩藩がその合祀がうわっと増えたんですだから、うん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 、その合祀の代表が西郷高森になっていく。下級武士たちが最後力をつける。土佐藩、うん、山内和豊は同じように半分ぐらいしか渡さんかったけど、うんうんうん、一両愚足と言ってますよね、うん、その半分は武士の身分で、うん、やっぱり半分は農民、うん、農民でありながら愚足を持っている、はい、それ一両愚足、うん、で彼らのことを下士と言った。下の士薩摩では合士と言ったけど、うん、土佐では下士と言った、うんうん、その下士の代表が坂本龍馬なんです。そういうことですね。だからそういった人たちが実は幕府を倒して、うん、そういうことです。新しい時代を作り上げていくエネルギーになっていくんですね。ああ、なんかそういうふうに聞くとなんかすごい歴史をなんかこうワクワクしますね。なんか、でしょ？なんかポイントポイントしかやっぱり、うん、学校の授業とかでやっぱ教えてもらってないんで、うん、そういうふうにね。面白い。だからズルをしたといえばズルをしたんですよ。半分しか出してないんだからね。まあまあ、でもその分家来を増やしていったということ。そうですね。そういう身分もね。なるほど。ということでありましてね。面白い。関ヶ原の合戦後の話は浪人をどうしたのかということです。うん、まあもっともっとね詳しい勉強したい方はねいくら本出てますし資料がありますから。うん